はい、どうもこんばんは、パジャマ姉さんです。先日ですね、視聴者さんに、東方神起夏といえばっていうアンケートをさせてもらいました。で、こちらのアンケートですね、合計で196名の方に答えていただきました。アンケートにご協力いただきまして本当にありがとうございました。では早速アンケート結果を発表したいと思います。はい、では早速第1問、東方神起の夏の曲といえば、5位が同率で2曲ありました。スウェットとサンバディトゥラブです。で、3位がホットホットホット、燃やしてホットホットホット。2位がサマードリーム。君と出会うたびに夏は新しくなる。1位がオーシャンです。はい、5曲ともおなじみの東方神起の夏ソングですよね。やっぱりライブで聴くとすごく盛り上がるし、これがなきゃねって感じはしますよね。でもオーシャンとかね、もう特にもう A ネーションを思い出します。はい、では第2問、1で答えた曲に何か思い出がありますかってことなんですけども、5位からいきますね。ファンになりたての頃を思い出す。わかる。はい、4位、日産スタジアムの思い出。わかる。はい、3位、振り付けが好き。わかる。はい、2位、 A ネーションの思い出。わかる。1、 MV がとにかくいい。はい、このような結果でした。いや、もうどれもこれも納得なんですけども、特にこのファンになりたての頃を思い出すとかね、なんかすごくよくわかる気がします。で、やっぱトンペンとしては A ネーション、アジスタとか日産スタジアム、もう思い出深いですよね。もう何度も行きました。本当に思い出がたくさんあります。特にこの夏曲については MV がよくって振り付けもすごく好きで、ライブで盛り上がる、まあ、こんな感じの意見が非常に多かったです。で、少数意見として、すごく面白かったのが、あー、そろそろライブの終盤だなっていうのがこれもね、すごくわかると思って、サンバディトゥラブとかね、あー、そろそろライブ終わるんだなっていうね、非常に共感できました。はい、第3問です。思い出に残ってる夏のライブはっていう質問で、5位からいきます。2013年の A ネーションアジスタ、4位が2019年の A ネーション長居スタジアムで、3位が2018年の A ネーションアジスタ、2位が2013年の日産スタジアム、1位が2018年の日産スタジアムという結果でした。で、この2013年の日産スタジアムっていうのは、初めて東方神起が日産スタジアムでライブをやった年です。この時の日産スタジアムのことも確かにすごく記憶に残ってます。で、2019年の A ネーション長居スタジアムっていうのは、去年の夏なんですけども、私はライブ配信で見ましたね。なので、実際に長居まで行ってないんですけども、ライブ配信で、生配信を見たのを思い出します。2018年の A ネーションは、チャンミンの半ズボンの衝撃、あの年です。やっぱり夏といえば A ネーション、日産スタジアム、思い出深いライブがたくさんありますね。はい、第4問、3で答えたライブに何か思い出がありますかっていう質問で、5位からいきます。天気が良くて最高だった。わかる。4位、レッドオーシャンに感動した。わかる。3位、雨が降った。わかる。2位、稜跡だった。いいな、めっちゃ羨ましい。1位、初ライブで興奮した。という結果でした。なので、例えば A ネーションとか日産スタジアムとか、友達に誘われて行ってみたらトン落ちしたっていう意見が非常に多かったです。で、4位のレッドオーシャンに感動したっていう意見なんですけども、こちらの特に A ネーションは、前の人が終わってから、それまではブルーの
ライトなんですけども、次最後東方神起が出るぞってなるともう一瞬で赤に変わるんですね。あれは本当に圧巻です。え、今まで青だったのにってことはここにいる人全員トンペンなのっていうね、そんな光景が見られるのが A ネーションでした。はい、今回のアンケートは夏に関するものを中心に4問だったんですけども、どれもこれも本当に思い出深いものばかりで、私も東方神起のファンになってから味の素スタジアムでやってる A ネーションは全部行ってましたので、あの暑い中ライブに行きましたよね。まあ、それがねやっぱりすごく思い出に残ってます。で最後、約1時間東方神起のライブが A ネーションであって、その後最後に、花火が打ち上がるんですよね。もうあれ見たらもう、あー夏終わったって感じがして、本当に毎年夏の思い出になってました。で今年は、もちろんないんですけども、本当にちょっと終わりが見えないこの感じ、早く会いたいし早くライブに行きたいんですけども、まあ、今後ちょっとどうなるのか出口が見えないんですけども、まあ、なんとかなるといいねってことで、私たちライブ行きたいんだよ、待ってるんだよっていうのがね伝わってほしいなと思います。今回アンケートにご協力いただきました視聴者の皆様、本当にありがとうございました。とにかくコロナ早くどっか行け。